ブロントルニスはアルゼンチンのパタゴニアに生息していた絶滅した巨大な肉食性の飛べない鳥の属。現在有効とされている種はブロントルニスブルメステリのみである。巨大な体育と捕食動物としての生態から恐れ鳥類とも呼ばれるフォルスラコスカに分類され、その中でも巨大かつ重厚なものが含まれるブロントルニス赤に属する。ブロントルニスの化石は アルゼンチンのサンタクルス層とモンテレオン層から発見されている。速根中足、骨アルゼンチンサンタクルス州の複数の場所から化石が発見されており、多くは脚部の骨だが、頭骨や背骨の一部も発見されている。ブロントルニスブルメステリは、フォルスラコスカでは、ケレン県ンに次いで2番目に、背が高い種であり、背丈は2.8メートルに達する。また、 ホルスラコスカの中で最も体重が重い種でもあり、体重は350から4 0 0ラムと推定され、エピオルニス巻きしますとドロモルニススティルトニに次いで3番目に重い鳥類になる。当時においては最も巨大な捕食動物であった。この巨体ゆえ、待ち伏せ型の捕食者と積極的に獲物を追う捕食者の中間の生態であり、潜伏場所から獲物に襲いかかって、 短時間追走し、純粋な力で攻撃して仕留めていたとされている。中心よのパタゴニアにおいて肉食性有体類、ティラコスミルスと同様の支配的な捕食者であったとされ、ゾウに似たアストラポテリウムといった大型動物をも攻撃して殺害できたとされている。フォルスラコスといったわずかに小型で、より活発なフォルスラコスカ鳥類と共存していたが、希少能力を持つ中では、 史上2番目に巨大な鳥類であるアルゲンタビスが出現する以前には絶滅していたと見られている。本属及び本種には複数のシノニムがいる。ブロントルニスプラティオニクスとして記載された化石は最大のブロントルニスの骨よりも3分の1ほど小さく別種である可能性もあるが、それよりも性的苦手を示している可能性が高い。 現在の高めや袋めにおいて、メスは多くの場合、オスよりもはるかに大型であり、これにより特定の大きさの獲物だけが過剰に狩られることを防いでいる。フォルスラコスカの雌有のどちらが大型だったかは不明だが、北アメリカ大陸に生息していたフォルスラコスカのキタニスにも体格の大きな差異が確認されており、少なくとも体格の異なる性があったことが示唆されている。 ハドロサウルス類にブロントルニスが襲われている。大きく時代錯誤の復元図ブロントルニスがフォルスラコスカに属することを疑う研究もある。ブロントルニスはカモモクに属する可能性がある一方、関連上、ブロントルニス赤はフォルスラコスカに分類されるとみなされている。フィソルニスフォルティスを模式属として後者に属を含む赤を フィソルニス赤に改名するという提案が出されており、この結論が有効と判断された場合、分岐の時代順に、カストルニス化とブロントルニス及びドロモルニス化という3つの巨大な基盤的カモメのグループが存在したことになる。しかしながら、ブロントルニスの胸椎はフォルスラコス化の特徴を示しており、ブロントルニスはフォルスラコス化に属するという主張が、 他の分析からなされている。ブロントルニスをカモメに配置する場合のクラドグラム。ブロントルニスをフォルスラコスカに置く場合のクラドグラム。ありがとうございます。